ホラポス、関西百名山。ワウワウ。時刻は11時8分。8分となっております。今日はここ、門村バス停にやってまいりました。1時間、予定よりも、定刻よりも10分ぐらい遅れましたね。遅れたな。とことこやってきたんですが、なんと今日家を7時に出たんですよ。4時間がかりですよ、片道。やばくないこれ。4時間ですって、兄貴。今日はここから、第81座、関西百名山は81ですよ、はい、よく来ましたね。はい、千ヶ峰に登りたいと思っております。はい、コース詳細は親玉、はいどうぞ。詳細では千ヶ峰に行きます。行きます。でまたぐるっと回ってここに戻ってきて、はい、またこのバスに乗らないといけないんですけど、はい、それが3時26分のバス、はい、それを逃すと今度は5時18分までないです。ザ地獄。ここから西脇の駅まで走ると21キロ。あ、ほっか、ハーフマラソンやなってことですね。はい、はい、それでは今日はどんな一日になるでしょうか。頑張って行ってみましょう。行ってみよう。おう。登山口まで4キロ。マウント千ヶ峰。あの辺、どっかあの辺やろな。標高が1000近くあるんですよね。1000あります。1000です。100円出しました。ほんでこんなジャンボなさつまいもがね、100円ですって。あなたどれにする？さ、焼きも焼きに入れて食べたいと思います。最初に目のあったこの子にします。いきます。はい、毎度中川さん、あざーす、ご購入落札。これから山に登ろうっていうのに荷物増やしてな、すみません。はい、バス停から 3.3 キロ、こちらお手洗いもございます。はい、影もありました。いよいよ登山口に到着しました。怖い熊の顔ですね、これ。めっちゃ怖いっすわ。入ってみたいと思います。はい、皆さん、車止まってるね。そうなんよね。頂上まで2053メートル。笠形山守ってね、うん、みん
なここまで車で来るわけやなとなるんですよ。そうやな、うん、あんなバス乗ってくる人おらんやな。あんた4時間がかりやで。あちこちに滝みたいなのが流れてるで。ダメ、うん、ダメや、あの辺ね、うん、なんてるかって書いてあったもんね、うん。えらい水がこう増えねんな。きれいね。うん。涼しいわ。さすが関西100メートル。うん。きれい、橋。おう。お。滑り台みたい。いやー、ほんであの、めっちゃ上だったのにすぐ近くまで来れたよね、うん、ほんまにね、よく踏まれたいい登山道なんですよ。傾斜は急やけど、滑るような感じでもないし、めっちゃ快適ですよ、ここ。あの上にもまたある、私。へぇー、ね、プールの滑り台みたいな。純吉大興奮。山頂まで1300メートル90分、1番です。12時3分。距離は 3.7 キロ。はい。え？前半の日よりもね、この途中の滝が素晴らしい。そうやな。なんかね、空気感が違うね。これがマイナス4というものかっていう感じの、なんかひんやりした気持ちいい風が吹き渡ってる、この一帯。緑も青々やね。そうやね、新緑の時期やから余計やね。ちょっと雲のかかったこの青空と、もうとにかく目に映るもの、鼻から入る時全部が美しい。はぁ、あ、はぁ、あ。行けやよ。めっちゃ新緑。うん、もう感激。これぞ登山、おいしい登山。空気おいしい登山。はい。で、2番。12時9分、あと1200メートル80分。もう水だらけやな、すごいな。すごい。ずっと続いてるで。すごいよ。どっからこんな大量の水湧き出てくるの？ねえ。標高が今580ぐらいですからね。はい、これや、赤ペンついてるわ。うまい。こっちは滝を見に行く道です。こっちが正解です。いやー、なんか滝の根源に近づいてきた感じするね。美しすぎるわ、この山道。すごいね。なんか感激する。この橋の赤下にあるな、これ。そうやな。
こりゃって感じだわ。12時19分。はい。3番。3番。山頂まで65分やって。はい。いや、すっごい綺麗な山道。うん。綺麗しか言われない。4番。はい。あと55分だし。はい。なかなか登りこたえある山になってきました。5番。はい。おお、30番で35分やって、なんか急に。12時37分。はい。距離は 4.9 キロ。はい。はい。千人ハイク重装コース。リュウちゃんや。わしは中央コースなんやって、ここは。そうや。ここね、水が多い割にね、吹き抜ける風がさらっとしててね、本当に快適なんですよ。うん、どこもかしこも。この山好き。綺麗。標高870mぐらいになりましたね。あと130ぐらい。距離は 5.7 キロ。はい。あと15分やって、12時50分 5.8 キロ。はい。標高893。はい。ウィレイン。山頂まで20分。ウィレイン。こっち20分、あっち15分。ずっとロープ張ってる。あ、すごい。これかな。あれかな。ああ、向こうやな。あれか。1005メートル。1005.2メートル。いい山だったとしか言いようがない。なんならこれ100座目にしたかったぐらいいい山やわ。うん、おお。すごいね。すごい。じゃあ休憩入りましょうか。はい。帰ったバスの時間があるんでね。はい。稲荷。
気のり。ベンジャキおにぎり。純吉弁当ありません。ちょっと昨日ロイホ忙しかったんでコンビニで買いました。じゃん。いただきます。持った持った。絶対私の方が一口目早いよな、うん、食いしん坊ね。なんでやねん。もうね、暑すぎず風が気持ちいいね、うん、寒くもなく登山適齢期。水谷コース、水谷コース、約2キロ、約50分、2時計算予定、はい。市原コース1番、はい、13時42分、はい、7.9 キロ、はい、ギッモリモリって感じ、うん、作った当初はきっとパーってなっとったやろね。狭いタイプのあずまやです。13時48分、はい、8.4 キロ。ここでなんかね、違う方面に行く分岐もありました。我々は楽しんです、はい。最高ですよ、こっちのルートも。もうね、トレランにぴったり、うん。素晴らしい遊歩道。極上トレイルやね。ほんまに気持ちいいよね、筋。ちょっと残念な感じがするくらい車道です。ここに車を止めてきてるんです。中に行くのは、あ、見てこれ、千ヶ峰高校の森やって。高校、親高校、せやからあれや、親御さん連れてこう。あ、ほらほら、親しみやすい。確かにね、あんだけ東屋、ほら屋根付きベンチあったら休憩しながらすごい、うん、これは素晴らしい。でもあの滝道を見られへんのも残念やけどな、うんうん、あの滝道超おすすめ。なんかこれ楽勝で間に合うな。はい、はい、ね、ここを出たら今の駐車場やったんですけど、多分こうするとこの車道をこう行くことになると思うんですよ、うん、だから多分これですね、方角的にね。何も案内ないんですが、いっぺんこれ行ってみたいと思います。ここには何の案内もないです。こっから50分行ったら市原登山口になるのに使うかな。はいはい、はい、荒れた道になりました。
時刻は14時3分。なんやようわからんけど、また戻ってしまいましたわ。はい。9.1 キロ。ようわからんけど、これを下ってみたいと思います。どうなんでしょうか。はい。一応ルートもこれを下る。あ、本当？うん。あ、どこだろう。あ、日本杉やって。あ、こう日本やから日本杉なんや。もう細路で行くことにしましたバスの時間あるし、ね、ちょっと何あの遠回りになるかもしれないけど確実に行ける方がいいんで、うんうん、ちょっとなんかね林業用のね道ができとって本来の登山道でない道が要さんできてるんですよ。ちょっと危険なんで。いや、ほんでここを歩く人おれへんやろ。みんな車でもうちょっと上まで行くから荒れてるね。下から歩いてくる人おれへんから道が荒れてんねん。はい、あの熊さんと出会うかもしれないんで、ね、怖いんで車道で行きます。ちょっと遠回りですけど車道で行きます。何も書いてないよな。お前な、はい、宿をやって、時刻は14時44分、はい、13.2 キロ、うん、ここがほんまはね、うん、登山道だったらしいけど、でもほぼほぼ林道やな、これやっぱり。そうやな、うんうん、まあ車道で安全に降りてこいってよかったんじゃないでしょうか。はい、なんかいろんな林道が入り乱れてるんでね、わけわかんないですよね。林道、林道中心、はい、いうことで、このまま歩いても楽勝でバスの時間に間に合うようです。はい、安全牌。はい、はい、降りてきました。めっちゃ立派なレンゲ畑、きれい。蝶々いっぱい。そして富士山です。ね、登ってきたのは岸の方の山です。すごい。かわいい。降りてくると暑いです。暑いね。いや、きれい。あれかな。でっかいもんな、あの頂上。うん、あっちやで。あっちか。うん、やったな。うん、ゆうちゃんどうやったん。ええ山やった。ええ山やったな。あの下山道がねちょっとわけわからへんかったんやけど、あのその途中までの尾根道、うん、遊歩道っていうだけあって、わあすっごい広々した感じ、うん、で、まあ、トータルでは良かったんじゃないかね。欲張らずにもあの車道に出たらもう一気に車道突っ切るぐらいのイメージで行ったら、まあ、ええんちゃうかな。高校の里、おあの行き品の滝道もめちゃめちゃ綺麗かった、うん、滝道綺麗かったな。え、滝道綺麗かった。滝めちゃめちゃ綺麗かった。なんか水しぶきが散ってんちゃうかっていうぐらいのなんか清涼な空気が流れててね、うん、この新緑の時期っていうのがまた良かったんかもしれん、うん、緑が眩しいぐらいだった。ペラ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 バス停まで行きましょう、はい、わめっちゃカエルの声、うん、時刻は15時10分、はい、距離は 15.3 キロ。はい、じゃーん、なんかね余裕持ってこう乗れるっていいね。いつもはっはっびしょびしょみたいな感じのが多いんですけどもうこのすっきりした時刻表のこの3時26分狙いで今10分やから16分前、はい、もう平和すぎる。レインカッチュことや、レインカッチュことやに乗りたいと思います、はい、今日はここでゴール。お疲れでした。はい、お疲れ。またね。打ち上げあります。はい、あります。Thank you.
宴は進んでおります。はい。